ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。弥陀成仏のこの方は今に実行を経たまえり、発心の降臨際もなく、背の妄明を照らすなり。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ダブツ。今日からですね、いよいよ和さんの内容に入っていこうかな、一種一種、についてお話をしていこうかなと思っていたんですけど、ちょっともちろんそうするんですけど、ちょっと少しだけその前にですね、ちょっと気になることがあるのでお話をさせてください。何が気になっているかと言いますと、三阿弥陀仏偈ですね、三阿弥陀仏、どんなん大師の三阿弥陀仏偈のですね、こう偈と偈第一偈です。現に西方をこの境を去ること、十万の苦節の安楽仏土に増します、仏世尊を阿弥陀と名付け奉てまつる、我往生せんと願じて奇妙し来し奉てまつるっていうね、この偈がですね、こう和さんにないのはなぜなんでしょうねということです。で、昨日も申しましたが、前回も申しましたけれども、この偈がどうして入ってなくて、この偈はどうして入ってるんでしょうねいうのが、つまり、三弥陀偈の和さんの本文にあるものがどうして五和さんの中でこう再取られていたり取られてなかったりするんです。で、これどうしてなんかなってね、まあ四十八首にしたかしたいというご意図があったのかな、まあまあそれもそうなんだろうけれども、そういうところもあるんだろうけれども、そうやけど、なんて言うんでしょうね、こう今の芸なんかはやっぱ五和さんあっても良さそうにも見えるんですね。こう全部ご和算されるのはやめようと思っておられたのはこれ明確なんですけど、これまあ言うたら帰郷偈みたいなもんやから、あっても良さそうなもんやなと思って、いますが、なぜないのか、これを和算にされてないのがなぜなのかということはまあ分かりません。で、分かりませんけど、もちろん今までほったらかしにしとったわけじゃなくて、ちゃんと自分なりにこうやからやろうな思うものがあったんで、だからまあそんなこれはそうやわな思って問題しなかったんですけど、つまり何か言って言うたらね、この第一偈っていうのはこれ内容的に南無阿弥陀仏、ね、一番最初の南無阿弥陀仏に含まれてるもんなんで、もう南無阿弥陀仏の中にこの一偈がもう入り込んでるんだっていうふうに考えていたんです。で、それやから、この一がもう南無阿弥陀仏の中に入っとるからやなと思って、で、あまり気にしてなかったんですけども、まあまあ、最後のね、やっぱり冒頭の第一芸やからね、私が勝手に自分でそう思って、そうに違いない思って、それで、こう、問題にしないいうんかな、なんでなんでしょうね、もしかしたら私の考えでなくても、私みたいな船舶な考えでなくて、もっと深いところに、親鸞聖人のご意図があって、それを僕読み違えてるっていうんかな、勝手にそんな風に考えてるっていうだけで、昔の和尚方であったり皆さん方、がよくこれはこういうことなんやよってご存知やったら教えていただきたいんですが、昔の和尚さんがこう言ってはるんやとかさ、そうではなくてこれはこういうことなんですよって知ってはる人だったら教えていただきたいんです。で、そういったことでですね、お願いですね、そのお願いが終わりまして、これからいよいよ、弥陀成仏のこの方のご和さんの お話をしたいと思います。で、弥陀成仏のこの方はですね、これ、まずは、まあ、私なんかよりかはやっぱりこう黒田先生のご指南に最初はこう仰いでいきたいと思いますね。で、現代語訳、黒田先生の現代語訳を拝読させていただきます。阿弥陀如来が法蔵菩薩の昔、一切衆生を救いたいという願を起こし、長い長い修行の結果悟りを開き仏となられてから、釈尊が説法されたその時までにすでに実行という長い時間が経っている。阿弥陀仏の成仏以来、その仏の御身より放たれる光は限りなく、十方のいずこもまた過去、現在、未来を通してどこでもいつでも照らし続け、知恵のない私たちに信心の知恵を与え続けていてくださるのである。
こういう素晴らしい現代和訳ですね。でそれからあと語釈ですね、言葉の意味です。で、1番目が実行です。実行の項は時間の単位で、その時間の単位で等の時間の単位が、ね、例えば10メートルやったら1メートルが10個あるいうことやから、一行というものが等あるいうことですわ。で、読んでいきますと、行とはサンスクリットのカルパの音社で、インドの時間の単位の中で最も長い時間、次のような例によって、例えによって表現される。一つは一辺が40里40里の盤石を100年に一度ずつ天女が羽衣で払拭して、その盤石がなくなる時間が一行。だから盤石行っていうんだけど、まあ要は四十里いうことやからね、これまあ今の四十里とはまた年代によってこれ単位が違ってきますんで、今4里いうことやけれども、さまざまに違ってきます。これまた見てみてください。で、そういう大きな岩があってですね、で天女が100年に一遍降りてきまして、シャーッと、今このパソコン撫でていきましたけど、パソコンヒャーッと撫でてね、でこのパソコンがこんな薄っぺらいものやけど、なかなかすり減りませんからね。いつまでたってもすり減りませんけども、天女が薄い羽衣でシャーッと撫でていって、でそのバカでっかいこう岩がなくなってしまうのが一行ですよっていうね、これが盤石行という例えです。でもう一つ今度消し行っていうのがありまして、でこれは四十里四方の大城、大きな城に、ケシの実を満たし、100年に一度一粒ずつ取り去ってなくなってしまう時間を一行という。3つには人伝語という言い方もあると。これが実行という言葉の解説です。で2番目です。発心、普通発心というのは阿弥陀如来の法人、釈迦如来の応人に対して宇宙の真如法性の理を発心というが、今はそれと異なる。今は法性発心から現れ出た方便発心の弥陀の御身ということ。これについては、発心の降臨いうシリーズでだいぶ詳しく言いましたから、まあそこまで必要ない、これ以上申すことはないかなと思います。で次3番目です。降臨、光の輪ということですね。黒田先生の解説です。仏の光明を天輪王の持つ輪法に例えたもの。天輪王が行幸するとき、その車が山を砕き、谷を埋めて平地となし、王の進む道を作るという。このように如来の光明に照らされた人生を歩む者は、もろもろの人生の苦難にあっても浄土への人生を導かれる。如来の光明の働きを天輪王の輪法に例えたものってね、こういうふうに黒田先生は解説してくださってます。輪法ね、輪法は輪の形をした宝ということで、輪のここでは天輪上を理想的なインドにおいて理想的な王様として描かれる、考えられるのがこれ天輪王というんだけど、その天輪王が乗る車のですね、もうやっぱ天輪王のそんな立派な王様の車やからね、車輪がもう宝なんですよ、宝の車輪なんですよ。でも宝の車輪でこう行幸、こう王様がどっか行く時にですね、だからその宝の車やから、宝の車輪や世界、こう山を砕いてね、平地にし、で谷をこう平地にして、谷はでこぼこな、ボコの方なんやけど、ボコを平らかにし、そしてでこの方も平らかにして、で、天輪女王がこう容易に進んでいけるような、そういう宝の車輪、これを光輪というんだと、光の輪というんだということです。でこういう例えもありますし、従いまして、他のところでね、和さんの作文でもこれ、降臨っていうのは、この和いうところはこれ、砕くの返しっていうふうになっていますんで、ここではその天輪女王の、車の車輪がですね、馬車かなんか、象で引っ張るやろね、で、そういう車が、こう何でも全部砕いていくように。
仏さんの法輪、光輪、どちらも一緒やと思いますが、これが、私たちの煩悩を砕いていくっていうことですね。私たちの煩悩を砕く働きがこの和という、光の和ということの中に、現れているんだという、それがこの黒田先生の解説になるわけです。で、もう一つはやっぱりまさしく光の輪であってね、こうやって仏さんが、私が仏さんの真似するもどうかと思いますが、仏さんが言い張ったら、この、こう後ろに五光があって、光の丸い光になっている時がありますね。お地蔵さんなんかはそうなってるからね、あれ分かりやすいね。で、ああいうふうな光の輪があって、あの光の輪がウィャーッとこうやって広がっていくわけです。で、光がこうずっとこう照らし続けていく、遠くまで照らすようにですね、こう光の輪が、こうつまり教えの輪っていうことですね。教えの輪がずっと広がっていく。それ、この前、有心正門院の西法師のところでお話をしましたように、法師を法身から、こう阿弥陀さんがこう一如より形を現して、法蔵菩薩となって現れてくださって、で、本願立てて修行してくださって、で、阿弥陀さんになってくださって、その修行と行がかん、願と行がこう完全に完成した時に、法人仏としての阿弥陀さんになってくれはったら、その阿弥陀さんの法人から種々の大化身が現れていって、で、その大化身の光の輪がバーッと広がっていって、誰にでも時間と空間を超えて、みんなにこの共謀を、つまり光をですね、みんなに、みんながこうに光に合っていけるようにしてくださるっていうのは、これ光の輪ということで、この光輪という言葉に、こう車輪のように私たちの煩悩を砕くっていう意味と、それから、こう十方に広がる、そして三途に広がっていく、過去未来現在に広がっていく、永遠に広がっていく、空間的にも、際なく、そうですね、国境とか、境界なく広がっていく、時間的にも無限に広がっていく、そういう共謀の、が広がっていく姿と、両方がこの光輪という言葉の中に、こう、意味が込められて、おります。で、そういったことで、発心の光輪際もなくっていうね、この五和さんの現代語訳と難しい言葉の解説が、こうさせていただいたということです。というか、黒田先生の、お話を、ただ読んでるだけみたいなもんなんですけど、で、そこから私が何を思っているのかということを申し上げますとですね、やっぱこの弥陀成仏のこの方は今に実行を下手参りって書いてあるんですが、やっぱちょっと大今日パラパラっとですけども、読んでですね、どういうストーリーやったかな、実行を下手参りのところまでどういうふうな話の内容やったかなと思った時にね、その最初のところはともかくとして、法蔵菩薩が出てくるところ、世自在王仏の身元で、こう世自在王仏の姿に感銘を受けて、王様が王位を捨てて出家しはって、で、世自在王仏と同じ仏さんになりたい言うてね、まず世自在王仏を三段し、ね、光顕義としてって三段し、そしてその世自在王仏と同じような仏さんになっていきたいという誓いを立てていかれます。で、その後に、こう自分も仏さんになりたいから、そしたら自分の仏国土を建設していく、自分はこんな仏さんになって、自分の仏国土、こういう仏さんにした、仏国土にしたいというふうなものを、そういう願いを立てていきたいけれども、仏様、どうか世自在王仏様、どうか210億のありとあらゆる仏さんと、その仏さんの国土のを見せてください。その中で最も良いもの、それまでにないものを、作ってきた、そういう仏になり、そういう仏さんの仏国土を作り上げていきたい、自分の仏国土を作り上げたいというふうに思いますんで、まずは、どんな仏さんの国土があるのか、世自在王仏様、どうか見せてください言ってお願いしはって、
で、こうすべてね、こう仏さんの国土を見せてもろて、あ、こういう国土があるやな、こういう国土があるやなっていうふうに、こうし、やこう見ていかれて、そして、あ、そしたら、こういうすべての国土を見たから、その中で、こう、これまでにない仏さんになっていこう、これまでの救いでは漏れてしまうものを救うような仏さんになっていこうと思われて立ててくださった願いが四十八通りあって、四十八願であると。で、四十八願を願い立てた後に、特にその要点となるようなことをもう一回お誓いになったのが十正眼で、西本願寺の言い方でいうと十正眼で、これは臥言調整眼ですね。で、そこからあと、ああそうやったなと思ったんですけど、三心尺の方なんかに惹かれます、欲覚、外覚、心覚を生ぜず、欲想、心想、外想を起こさず、色相、香味触の方に弱せず、言ってね、法蔵修行というところが出てきまして、それからあと成仏しはって十行経ましたよっていうふうに、そういうストーリー、まあざっくりで言ったらそういうことになっていくわけですけれども、これを読ませてもらって、ああそうやったなあ思ってね、あ、この法蔵修行のところ、ここでやっぱりここをすごく親鸞聖人に大切にしはったなあということを、これ天岸先生か、天岸先生に教えてもらって、あ、そうだったなあ思って思い出すんだけれど、その時、今日ね、これを読みながら何を思ったかって言ったらね、あ、こう陰光成仏の光を庭って言ってね、こういう語話さんがあるんだけど、で、陰光成仏のところでまた喋りゃええようなもんだけれども、陰光成仏のところでどんな御作があるかやったらね、光を種にした仏さんになってくれはったっていうふうに御作があるんですよ。ね、陰光成仏世界、光を陰として成仏されるいうことやからね。ね、光を種にして、陰というのは種ということで、種として成仏仏さんになってくれはったっていうことです。だけど一般に法蔵菩薩が阿弥陀さんになってくれはったっていうのは、四十八願と今申したような法蔵修行の欲覚、外覚、心覚を生ぜずっていうのは、そういう修行をしはった願と行によって、願と行を種にして、ね、まさに由心正問院のところで読ませてもらったように、そういうも種として、そういったものを種として、願と行を種として仏さんになってくれはったから法人だよっていうんでしたよね。せやけど、この陰光成仏のところでは、光を種にして仏さんになってくれはったっていうことやから、つまり願と行というのはこれ光っていうことです。つまり、願も行もこれですね、もともと仏さんやったこの一行より形を表して、で、わざわざ何で形を表してくれはったんかやったら、救うための仏になってくれるいうことですね。で、救うための仏さん、どうして仏さんになってくれはったんか、どういうふうに救わはるかって言ったら、願を起こして行を積んでくださって、それによってその願の中に、先ほど言いました通り、他の仏さんにはない救いを提供しようもって願を起こしてくれはったということでしたから、そういうふうな、願と行というのは、これもともと法性法身から現れた完全な願であり、完全な行である。したがって、この願と行というのはもともと光なんだということですね。完全なもの、完全な光から現れた、完全な悟りから現れた願と行であったということですね。で、その願と行が成就して実行を経たということは、これどういうことか言ったらね、ここはね、やっぱ、梯先生はね、弥陀五行四諭の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなり言うて、親鸞聖人おっしゃってるでしょ、あれどういうふうな思いでおっしゃってるか言ったら、あ、こうそこまでして五行の間も私有してもらわんだらあかんような、そんな私であったか、そこまで仏さんにご苦労をかけて、そして、こう辛い思いをさせていかなければならない自分であったかな、なんともったいないことであったなというふうに、そんなふうにお考えになって、出された言葉であるんですよっていうことをね、おっしゃってましたね。ってことはですね、この、阿弥陀成仏のこの方は、今に実行を経た前にもね、
ご奉仕いうのが、あ、これもったいないことやったな、ここそこまで心をかけなければ救われていかない 救われて、いけない自分でありましたね。申し訳ないことですねっていう、歎異抄の言葉と同じく捉えていったらいいのかなと思いますね。つまり、こう完全な救いが成就されて、完全な救いが成就されて、もう実行も立ってるのに、それなのに迷い続けてきた親鸞であったな、そんなふうに思われて、だから三阿弥陀仏の、ね、第一下は置いといて、第二下、あ、それはどういう意味かわからないですよ、僕にはわからないけど、第二下の、ね、こう成仏よりこの方という、そういう、こう下を引かれて、そこだけ引かれて、三阿弥陀仏下、そこから、まあ、生阿弥陀仏から始まってるわけやけど、そこを引かれて、あとはまず省略されて、でそこからあと重ねて、弥陀成仏のこの方は今に実行を経たまいりっていうこのご和算を出してくれ、作ってくださる。でこの弥陀成仏のこの方はっていうところは、これが全ての和算の総算であるというふうに確か天口先生から聞いたと思いますんで、そう思ったら重ねて2つ出してくれはったっていうのはね、これ結局そこまでして、こう仏さんになってくれはったのに、実行というとてつもない長い間、それに気がつかず迷い続けて、気がつかず言うて言うたらいかんな、気がつく言うたらなんか私らは大した前ないからね。でいうか架橋先生は怒らはったんですよ。誰かポロッと気がつくって言うたらね、な、気がつけるほど立派なもんやないって怒られたことがあったんですけどね、怒る人ではないけども、だいぶちょっと強い言葉を言われたことがありましたね。私は気づけるようなもんやないけどね、そやけど、そうやって完全な救いの方が成就されているのに、実行もの間、それに何とか素通りして、でそれに気がつかないでいて、気がつかないでまた言っちゃったいかんな、そういう知恵のないものに信心の知恵を与えようと思って、それまでしてご苦労をいただいていたのに、素通りしてきた自分であったなと、親鸞聖人はなんと申し訳ないことやな、もったいないことやなと思いになりながら、このご和算作られたのかなって思うんですよ。まあ今日はこれで終わります。